邪魔しないで、キリュウ君。落ち着いて、キリュウ君。キリュウ君、よく考えて。あの怪物はなぜ、あなたや聖者君の意識を支配し、行動させようとしたか。聖者君を操ったのには人質にするという意図があったに違いないでしょう。だけど本当に理由はそれだけかしら。奴の力は確かにすごい。しかしそれはあなたや聖者君という触媒を得て初めて発揮しうる力ないのかしら。私も奴が現れるまで自分の考えに自信が持てなかった。だけど今ならはっきりわかるわ。奴は実体を持たない限り、この聖堂の力に耐えることはできないのだって。聖者君の体はあくまで奴にとっては借り物に過ぎないのよ。おそらく本当の奴にとっての実体はキリュウ君、あなたなのよ。その理由は分からないけど、今奴が聖者君を使わないのは聖堂の力の影響で彼をコントロールできなくなるのを恐れてのことに違いないの。大丈夫、この力確かに私にはちょっと辛いわ。だけど実体を得られない、あの怪物よりは耐えられるはずよ。確信はなかったけどね。けど、なんとかできそうじゃない。感じた。奴の力弱まってきている。あともうちょっとで麻酔症を封印できるわ。気力も手伝って。そう、私の手にあなたの手を重ねて祈る。大丈夫よ、ちょっと休めばすぐに元に戻るから。まあ結果オーライだったわけだし、いいじゃないの。
誰かさんに言えたことかしら。怪物の影響力もなくなったわけだし、多分無事でしょ。さあ、ちょっと手を貸して。そろそろ上に上がらないと、みんなが心配してるでしょうから。まだ力が戻ってないみたい。ダメね、こんなことで参ってるようじゃ。わかりましたわ、騎士殿。今帰りかしら。うん、昨日納車されてね。今日がこれに乗っての初出勤ってわけ。失礼ね。私自身の教師としての給料で支払いするんだから。ところで、これから鳴らし運転がてら軽くドライブでもしようかと思うんだけど、どう？付き合わない？一人で乗っててもつまらないからね。どうせ暇なんでしょ。そうと決まれば、早く乗った乗った。ちゃんとシートベルトは締めてね。私、免許取ったばかりだし、運転自信ないから。